ノエル・ショメルは、フランスの著述家、司祭、日曜百科事典の著者である。シャルモが乱訳した、オランダ語の、ヒュイシャ・デリー・ジック・ウーデンバルク・カラババ・サダヨシ、大月玄卓が翻訳したものが、構成新編となったほか、乱訳本は日本に多く輸入され、乱学者に徴用された本の一つである。ガナで生まれた、サンシュルピス教会の神学校に入り、 バンセンヌの森近くの屋敷園の管理を行い、農学に興味を持ち、ルイ14世の庭師らカンティニから農学の知識を学んだ。繊維とィンセントの教区司祭としてリヨンに送られたが、1670年代には司祭の職を退き、余暇に執筆した百科事典、日曜百科事典は76歳の時に第一版が刊行された。 日用百科事典は健康の保持法や引退生活の送り方、いろいろな魚の捕獲法や園芸、農業に関する秘訣や植物の知識、石鹸や澱粉の製造法、宝石の方法などが書かれ、項目はアルファベット順に配置された。何度かタイトル変更、改定が行われ、1718年と1777年に再刊され、ドイツ語、オランダ語、 英語に翻訳された。ありがとうございます。